ライブの、え、これ話していい？うん、ライブの前にさ、なんだっけ、いいよ、あのリハの前にさ、うん、うん、ああ、てかリハの前に、来て早々ね、え、そう来て早々、てか来る前に、うん、アクアちゃんがそのあの LINE で、しおんちゃん今日さお願いがあるんだけど、前髪切ってほしいんだよねって言ってきて、いやいいけどハサミあんのって言って。したら、いや分からん、聞いてみる、切ってほしいんだよねって言ってきて美容師かな、そうで切ったんよな。そうなんか何でもいいから、なんかどうなってもいいから切ってほしいって言って 切ったんだよね、うん、やっぱりライブだからさ、そうだから、しっかりだから私のみんなねステージ見た人はあのもう今日一パッツンになってましたからね。あ、そうだよ、あれはね、うん、めちゃめちゃ綺麗な切り立て役は本当にね。え、でもねこれは理由があって、私自分で前髪切れないんだよ、うん、え、なんで？ガタガタになっちゃうの。でも、うん、シオンちゃんは、うん、なんか自分で前髪切ってそうだなって思って、こだわり強そうだなと思って前髪に対して。前髪はね、そう、前髪に対して。そう、前髪に対してのこだわり絶対強いだろうって思って。切ってるね。自分で切ってるなって本当に、あの人自分で切ってる。切ってる。美容師さんに切ってもらうの嫌なんだよねとか。いやいやだ、前髪だけは、前髪だけはね、嫌な。なんかね、前髪をね、こう、わかるよね。疲れるからね、こうなんか、ショ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 って。わかるよね、しおんちゃん前髪さ。そうだからね。絶対自分で切ってそうだよね。いや、いやだ。いや、偏見。はい、偏見。そうだからね、いや、なんかね、変にね、好かれるから、好きバサミで。なるほど。前髪だけは守り抜いてるね、いつも。すみません、前髪だけは。前髪だけはちょっと。そう、だから、前髪切るの上手だった。こマジ超文句なんだけど、美容院の人、え、シオンはパッツンがいいわけ、なんかこうすかないでほしいの。だから最初に言うの、あのパッツンにしてくださいって言うんだけど、なんか最後にどうしてもすきばさみで一発シュッ入れてくんの。いやいやいや、パッツンって言ったじゃんみたいな。